はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズドラのシェヘラザード降臨やっていきたいと思います。で、まあ、超地獄級なのは、あれですね、バステドだと、いや、まあ、なんだ、シェヘラザード自体は簡単なんですけど、道中がめんどくさいということで、まあ、転生バステと、超転生バステと、超転生ラーを作るのに必要なシェヘラザードさんなんですけども、ね、ラーの部分も欲しいな、ということでやっていきたいと思います。クリアできるかな今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それじゃやっていきますよ。最初の1フラなんですけど、このメジェティックアイからの右側のやつのね、コンボがめんどくさい。リーダーバインド、一応このリーダーバインドは今回僕は操作時間延長をつけてるんですけど、パーティーのスキルみたいなやつね、あれで無効化というか、あれはできるんですよ。バインドリーダーを食らわないっていうのでね。ただ僕操作時間ないと無理なんで、これでやってるんですけど、まあそうですね、超地獄級なんで、まあ死にはしないです。うん、多分多分って言ってる理由は、最後のシェヘラザードさんって動きがね、16ターン、18ターンだっけまで固定なんですよ。何をするかっていうのはもう完璧に分かってるんですけど、その16、18ターン目までに倒せなかったら即死なんですね。うん、だから、なんだろうね、ちまちま削っていかないと、ちまちま削っていくっていうか、なんだろうね、ワンパンできないんだよ、最近の降臨はさ。何そのダメージ無効って。多分突破は？あ、オッケー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 。さあ、とりあえず最初の難関、難関ではないか、めんどくさいところ終わって、2フラー目、根性持ちの5ターン遅延。スキルをね、使って火力を出していくバステトさんからするともね、お前はみたいな感じなんですけども、まあ、同じエジプト人なんですけどね、めんどくさいですね。まあ、バステトさん2人は、アシストでね、なんとかスキルが使えるようにはなっているんですけど、危ねかったなぁ。これ根性をね、貫通するための回復がなかったってことであれだったんですけど、ギリギリだね。まあ、超地獄級だから体力も低く設定されてるんでしょう。ちなみに僕がバステトをね、超転生させた時のやつは、超地獄級、まあ、シェヘラザード降臨が新しく出ました、じゃあ超地獄級でちょっと様子見るかで落ちたんですね。うん、あの時はめちゃくちゃ運が良かったと思います。さあ、3フラー目、75% 激減。これまあ壊滅級だと結構きついんですよね。うん、まあ実は何回か行ったことあるんで、壊滅級。まあ、バステトでクリアできてないです。OK？ とりあえずこれでどれくらい減るか見たいですね。スキルも貯めないといけないんで、5ターン遅延されたからな。全然減らない。全然減らない。で、まあ、超地獄級ということもあって、そんなにダメージが出ないので、ワイトさんね。まあ、そうだな。他の3人が全然溜まってねえんだよ。バステドさんとセリカさんは、すぐポンポン溜まる系のスキルなんで問題ないんですけど、他のキャラクターたちが溜まってないので、わー、違う、オッケー。さあ、スキル使わず8コンボといきましたが、いけるんだ。あれ、僕スキル使った？使ってない？え？使ってない？こいつは、めんどくさいね。確か、これ今7コンボ以下吸収でしょ？壊滅級だと9コンボ以下吸収とかだったような気がする。確かそこは難易度で変わった気がします。気がするなので、ちょっとまあ、右側に攻略情報出てると思うので、それでお願いします。落ち込むおかげで、まあ突破は可能と。さあ、5フラー目、ボスの1個手前ですね。はい、ホルス。サマーシャムルサクル。回復力が半減。何回先制攻撃してくんねんと。超暗闇は耐性がないとマジできついので、超暗闇は 100%、ね、まあ、暗闇耐性は 100% 無効化できるようにしといた方がいいと思います。バステトさんはね、僕のバステトさんは基本、全部無効化するんで。あれですが、さあ7コンボだが、しかし木が消えていない。ふっはっは。
超地獄級は本当に簡単なんだな。あの敵が柔らかいというかなんというか、これね、これくー、時間がない、めっちゃ落ちてくる、めっちゃ落ちてくる、落ちてきてくれたおかげでなんとかあの7コンボ以下吸収をなんとかできましたが、はい、ボスですね。なんて言うんですかね、さっきも言ったけど同じです動きは。今これ、5×6 だから、あの1マスだけで、1秒ごとに色が変わるようになってますけど、これはディアブロスとか使って なんて言うんですか、7×6 番目、 7×6 番目にしてると、あの4つ色が変わるようになるみたいです。始まりは一つの、はい、雲向こうか、操作時間も減らしてくると。だからアヌビスも難しいよね、こうなると。アヌビスパーティー、まあ、それこそさっき言ったディアブロスさんですよ。このせに、なんな、1ターン目にワンパンできればいいんだけど、どうだろう。おっと、これはダメージ向こうが、あ、落ちない、まあ落ちないわな、それは落ちにくいでしょうよ。ただ超地獄級は結構簡単に耐久もまあできるのでクリアはしやすいです。ただ落ちにくいです。ってことで壊滅級に続くのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。